1891年のヨーン・アウルトナソン・ヨーン・アウルトナソンは、アイスランドの作家、国立図書館長、童話作家。アイスランド民話の初の収集家として知られる。ヨーン・アルナソン、ヨーン・アウトナソンとも。1819年、スカガスト・ロンドのホフに生まれる。首都レイキャビーク近郊のベッサスタージェルにいました。ラテン語学校を1843年に卒業。 スベイン・ビョルン・エギルソンのもとに住み込み訓導を受けた。1848から1887年に、かけ、現今のアイスランド国立図書館の前身で、初代館長を務めた。この期間、アイスランド文学協会の初代、アイスランド支部図書館長も兼任また、アイスランド国立博物館の前身である。 アイスランド古物コレクションの創立時の1863年に、初代主任に任命された。図書家人の公職は発給であったが、貴重な図書目録を作成するなど耐えて、仕事に従事し、その傍ら、収入を補うため母校で教師を兼ねて、図書館長を受け持ち、また当時の司教、ヘルギジー・トルデルセンの秘書も務めた。1877年、 スウェーデンのウプサラ大学創立400周年記念祭に出席するアイスランド代表の一人に選出された時、コペンハーゲンの中央政府は、下男ごときを送るとは何たることかと不快を示したという逸話が残されている。アイスランドの高等学校の清掃係だと先方には伝わっていたらしい。ドイツのグリム兄弟のグリム童話集に触発され、 高等学校に在籍中の1845年頃から、友人マグヌース・グリームソン牧師と共同で民話収集を行い、アイスランドの民話として発表した。この小冊子は、反響が乏しく、続編を発表する目途が立たずに、一頃収集熱も冷めていた。しかしゲルマン学者、コンラート・マウラーが1858年が、 辞助の取材のため、アイスランドを訪問した際に二人を激励し、収集が再開された。マグヌースの死去後、単独で収集を完成。聖火の一部は、二冠本、アイスランドの伝説と民話として、ドイツのライプツヒデに刊行された。しかし残りすべての資料も保管した完全版の、出版は、一世紀近く後の1954から61年を、 待たねばならなかった。日本では、菅原国城による62話の小役、アイスランドの昔話、谷口幸雄による、ドイツ語からの重役、世界の民話32アイスランドが訳出されている。また、ドイツ訳に、ヨーゼフ・トエスチオン編、アイスランド、おとぎ話集がある。谷口の重役もこれを原本とする。古くは、岩屋さざなみ編、大鳥王子が、 このドイツ役経由である。後に、マルガレッテ・レーマン・フィルヘスが、ポエスチオンとは重複しない220話を戦した、ドイツ分けのアイスランド民話集を発表した。他にも、ジョージ・ E.J. パウエルとエーリックル・マグヌソンの協約があり、全2巻で、それぞれ66話、80話を初集する。ヨーンとマグヌスの二人には、自ら有力して、民話を採集するいとまもゆとりもなかったので、 教え子たちや、その他の人脈をたどって、民話を初期したものを送ってもらっていた。またいずれかが、文章に、手を加えた、と申されているが、些細な変更であった。アイスランドは、当時のヨーロッパにしては、学歴や社会層の格差が小さく、均一に佐賀風の文体を敬愛していた国柄なので、文章の作風にも、さほどの相違はなかったのである。 他にも、マルティン・ルター・電気、カール・大イテイ電機・恩師・スベイン・ビオルン・エギルソンの作品集、電気、アイスランドの謎々、笑い話、ビーキ・バーキ、シュールル等を執筆している。長年、独身を貫いたが、1866年に、再退し、カトリーン・ソルバルズ・ドッティルとの間に一子を設けたが、理発的で職望あったその息子には先立たれている。 長い闘病生活の果てに生涯を閉じた。ありがとうございます。